あの試合で徹底的にやられましたんでね、まあ、気持ちはかなり一時は沈んでまして。あ、そうですか。試合の直後は。そうですね、試合の直後っていうか徐々にです。高山ここは逃れた。取り決めんだ。オブライトは完全にタウンに抑えられています。マットの上でさあ、ピンチャーって落とす。ストレッチクラブ、ストレッチクラブがっちりと腰を落とした。ベリー・オブライトは入れない。ギブアップしてしまうのか、ギブアップしてしまうのか。高山は捉えられるか。チャンピオン初防衛か。渾身のストレッチクラブ。もうこれは避けては通れない。僕がプロレスラーを名乗ってる以上はどうしても突き進んで倒してさらに向こうに行かなくちゃいけない存在と、はい、思ってます。この試合をステップに、川田選手の首を取るためにシングルマッチを、直訴します。ファンの皆さん、これから高山が全日本プロレスのマットで川田俊明を倒すのを楽しみにしてください。Los bailarines españoles sueñan con bailar en chinitas y enseñarse la... Flamenco Restaurant Chinitas. Madrid より日本上陸. Chinitas.男も一緒につけてほしい。エステートツインジュエル銀座ズワイ浴中巻新宿本店新宿駅東口前。キャベジンは弱ってきた胃袋を正常な状態に修復してくれるお薬です。腹減って力出ないんだよ。まだ何もやってないでしょ。元気な胃袋が戻ってきますよ。キャベジンコーア。さらりとした梅酒、さらりとした梅酒。こんな梅酒を待ってたの。長屋さらりとした梅酒新発売。あの頃のことが僕にはなんだかずっと遠い日のことのような気がして。動かねえんだよ。もうこっからしたらサラなんて嫌。私がカズ君の足になる。24時間テレビは日経ジャンパワー。今美味しくなったスパワニコでスクーターボードが当たる。取り方は菊池の姫ロープをつかみました。池田も自分のスタイルを貫きつつもこの全日本のマットに順化しよう、同化しようと必死であります。さあ足を取る。そして一回転させてひねった。菊池が足を引きずるようにロープを頼りに立ち上がりました。また同じように攻めていきます。その両者の目と目の距離は1メートル。左の足を痛めつける。前にのめり、前のめり倒れていった。固めていきます。必死の形相。首を横に振る。菊池の表情、大きく口を開いている。裏アキレス腱固め、苦しそうです。菊池ロープまであと30センチ。届きました。10分経過しました。派手な大きな技は登場しません。
しかしこの菊池剛そして池田大輔の激しいバトルが繰り広げられています。池田のスープレックスから池田が赤コーナー待っています。セカンドロープに足をかけた菊池は片膝を立てている。低空のラリアットを見せました。ダイビング大ちゃんボンバーカウント2です。スーパーパワーシリーズそしてサマーアクションシリーズを通じてこの2人はタッグマッチでは11回対戦しています。6人タッグも含めて菊池の7勝4敗全シリーズの宮城仙台大会では同じ組で金丸朝子組と対戦をしています。グラウンドの攻防が続いています。菊池剛と池田大輔アローテロープに逃れました。菊池グラウンドの攻防では若干池田大輔自分のこのスタイルに持ち込もうとしている感があります。さあ後ろを取ったジャーマンスープレックス、もう一発立ち上げてジャーマンスープレックス、さらにトリプルジャーマンカウント3カウント3トリプルジャーマン、トリプル世界ジュニアヘビー級タイトルに向けて一歩大きく踏み出しました。プラドモスは時間を忘れる地球遊園 4WD スピリッツランドクルーザープラド白のバイブドア新登場。焼いてる？焼いてないよ。焼かずに焼きそばレンジでチン。ハウスいただきレンジ。焼かないでね。この4ヶ月じっとチャンスを待ってきた。今日のこのタッグマッチ、この手で川田をマットに沈めてシングルマッチをやらざるを得ない状況を作る。試合前の高山はそう話しておりました。トップロープをまたいで今リングインであります。高山日本武道館大きな歓声に包まれました。一方の川田俊明、試合前は非常に冷静な表情を見せておりました。俺は高山に2回も勝っているんだぜ。俺が高山を意識する理由も必要も全くない。今日のタッグマッチは単なる一つの試合に過ぎない。淡々と語っておりました川田俊明であります。去年の9月にシングルマッチ、そして今年3月1日世界タッグ、いずれもこの高山を蹴散らしております。川田今リングイン。高山義弘狙うは川田ばかりなり高山義弘。ザ・ラクロス達人レーダーザ・ラクロス高山を返り討ちだ。本田静かなること林のごとし川田俊明。砂漠レフェリーは福田明彦レフェリーです。タッグマッチ30分の一本勝負、川田俊明本田多門組対ザ・ラクロス高山義弘組、まもなくゴングです。高山の視線の先、それは川田の首でありましょう。川田を倒すためだけのことを考えてこの4ヶ月過ごしてきました高山。先陣を切ったのはラクロスと、そして赤コーナーが本田多門です。静かな立ち上がりとなっております。タッグマッチ、さあ組み合ったぞ、押し込んでいったのはラクロスです。達人石軍団に現在名前を連ねておりますこのザ・ラクロス。
190センチ120キロという堂々とした体育であります。このラクロスがウィリアム、そしてオブライトといった3人とタッグを組みますと、それだけでリングが小さく見えます。さあ、サイドのヘッドは本田左門です。試合前の川田はこう話しておりました。高山は俺を利用して男を上げようとしているだけ。今日は本田左門が高山を使って名を上げる番だ。この言葉を受けて今日の本田左門、どのような戦いを見せていくか。さあ、ショルダーだ。さあ、ロープに飛んだ。ヘッドバットを連発。ロープに飛んでショルダーです。そのまま頭を落としていきました。ロープの反動を利用してもう一発、これはかわしたラクロス、よく見ておりました。エルボーです。逆にエルボーです。ボディースラム、青コーナーの近くです。さあ、高山がトップロープに足をかけたぞ。高山の大きな足でアシスト。おっと、これは本田左門のプライドを大きく傷つけてしまいました。ヘッドバットです。セカンドロープのハンドを利用してヘッドバット。さあ、川田がリングインであります。リングの中央、ラクロスをリバースのヘッドロックに捉えております。川田ブレインバスターを打っていったのはラクロスだ。6月28日今シリーズの開幕戦の終了後、川田俊明はこのシリーズはゆっくりやるよと話していたんですが、時代がそうはさせません。高山リングイン、試合の権利は川田と高山に移りました。今日のファーストコンタクト、2リフト押し込んでいきます。ぐいぐい押し込んでいきます。高山です。去年の9月のシングルマッチ、そして今年3月の世界タッグ選手権試合、いずれの試合もこの高山は川田に惨敗を喫しておりました。さあ、リングイン、2リフトから逆水平です。膝を落としていく、膝を打っていく。さあ、川田連打だ。決まっている顎のあたり。おっと、無理はしません。川田です。試合前の川田は話しておりました。俺は高山に2回も勝っているんだぜ、なんで俺があいつを意識しなくちゃいけないんだ、引き離すようにそう話しておりました。いや、ババさん、はい、この高山は世界卓球選手権以来4ヶ月ぶりの全日本のマットということなんですが、4ヶ月ぶりにご覧になっていかがでしょう。いや、このシリーズ、高山はね、いい選手なんですよ、はい、体もいいですし、強いんですよ、はあ、ただしその自分の力を出すね、タイミングといいますかね、はい、もう全部試合始まって終わるまで息を詰めて頑張ってるんですね。ですからスタミナがそのなくなる時も出てくるんですね。なるほど。ですからね、自分がその倒れた時とか、はい、そういった時に自分のその呼吸をね、整えて、それを自分で呼吸を整えるということがスタミナを温存できますからね、それを覚えれば本当にいい選手なんです、ね、なるほど。局面局面の状況判断ということですね。そうですね。さあ、リングの中央、高山、場外では川田、リングの中央、高山が本田左門をスリーパーホールド。川田俊明がカットに入りました。本シリーズ高山は7月の20日の大和大会からこの全日本マットに参戦しております。シックスメンタッグマッチを戦って高山組勝ち、その翌日の川越大会は同じくシックスメンタッグマッチ、高山組はオブライト、ウィリアムスとコンビを結成しまして、シックスメンタッグマッチ、オブライトが川田から3カウントを奪っております。今宵今シリーズ3度目の顔合わせということになります。高山と川田であります。現在リングの外では本田左門がラクロスから激しい攻撃を受けております。さあ、リングに
本田玉を戻します。ラクロス待っているのは高山、身長が195センチ、108キロと堂々とした体育です。高山義弘はその最終目標、川田俊明とのシングルマッチに置いております。そのためにも高山、この川田から今日スリーカウントを奪う、試合前そう話しておりました。さあラクロスが本田を振っていった、ダリアット激しい、カバーはどうか、本田返しております。96年の新春ジャイアントシリーズ、アスナロカップで、アスナロ杯でこの本田多聞は優勝しております。当然今後全日本プロレスの日本人中心選手になっていかなくてはいけない選手の一人であります、この本田。ザ・ラクロスを相手にこの時間帯苦しい試合展開を強いられております。川田俊明がまさに一周カットに成功しております。しかし本田の動きが止まってしまっております。冷静に試合の状況を見つめる川田俊明です。さあ高山、ラクロスと高山早いタッチワークです。この本田多聞を変わる変わるダメージを与えていきました。ショートドラゴンスルー、一瞬の隙を突きました。おっと膝を当てていきます。おっとしかし高山左の膝はダメージどのくらい残っているか、左の膝で2リフトを打っていきました。セカンドロープを利用してのラクロスギロチン攻撃であります。あっとこの時間帯ホンダの動きが止まっております。心配です。苦しい時間帯ホンダ多聞、おっと大の字であります。さあ両の足を掴んでザ・ラクロス、あっとこれは場外にエスケープしようというところ、そうはさせません。ラクロスです。リングの中央に引きずり戻しました。固めていきます。ツーカウント、早めにこれは川田にタッチしていきたい本田多聞ですが、さあ苦しい時間帯です。本田ハイキック、高山エレボー落としていく。いや馬場さん、こういった一つ一つの技もやはり迫力が高山はありますね。そうですね、やっぱりね体大きいですしね、はい、さあ負けじとその高山にヘッドバットを返していきますが、ニーリフトからブレインバスターの体勢だ。ブレインバスター豪快です。カバーにはいきません。おっと腕ひしぎ、これは見かねて川田俊明、強烈なサッカーボールキックでカット、速いタッチワークです。青コーナーザ・ラクロスに試合の準備をしています。高山もね、この蹴って、はい、そして腕を取りに行ったというようなことはやっぱりあの進歩ですよね。なるほど、4回前に比べますと、ですから、はい、蹴って相手を痛めて、そしてその後でその、決めに行くということが、ね、できればね。なるほど、おーっとトップロープ越し、川田俊明静かなる怒りのハイキックであります。さあ試合の権利はラクロスと本田多聞、サイドバスターだ。カバーは返せという川田の声、返しました。これは珍しい川田俊明、赤コーナーから大きな声で返せと絶叫いたしました。青コーナー2人がかりのアキレス腱固めていった高山、あーっとサードロープ、サードロープに逃れました本田多聞です。ヘッドバットから、さあ本田多聞としては早めに何しろとにかく川田俊明につないでいきたい。赤コーナーでは川田俊明が待っております。ハイキックだ、終わった。本田も引きません。ハイキックだ、ヘッドバットの本田、連打連打、もう一発バッ
ックロッタ、バックロッタ、バックロッタ、ジャーマン満を持して、満を持して川田ハイキック、川田ハイキック、去年の9月1日の、去年の9月のシングルマッチの再現となるか。ラクロスがカットに入っただけで大きなブーイング日本武道館、それだけにファンはこの川田と高山の相まみえる姿を期待している。ありがとう。さあカバーは、カバーはどうか、バウンドは2つ返しております高山。シングルマッチを求めるためにも負けられない高山。さあストレッチプラム、ストレッチプラム、カバーに入っています。ラクロスが間に合っております。九死に一生を得ております高山です。さあラクロスは生涯だ、1対1だ、高山にいる人だ。おっと川田がダウンです。川田がダウン、川田落とし、川はどうか。カウントは2つです。川田落としは返しております川田。しかし先ほどの場面でちょっと危ないよろけ方をしましたね。まあそうですけどね、あーターブロー、まあね、ここでもう一つ川田に攻める大きな技があるといいですね。あーなるほど、これが今後の課題でしょうね、なるほど。まあそれはまた来るかどうか分かりませんけど、はい、やっぱり高山もそれは考えると思いますがね。さあその高山にタモンが突っかけていったが、さあヘッドバットです。試合の権利はラクロスとタモン、ジャンピングネックブレイカードロップだ。カバーはどうか、どうなんだ。カウントです。カウントは2つ、ボディスラム、ニュートラルコーナーです。もう高山がいった、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 トップロープ。おっと川田が向こう上面、場外から高山です。場外戦高山、そして川田、トップロープには本田、ラクロスとやり合っているぞ。セカンドロープから、セカンドロープから、いやトップロープだ、なだれ式のブレインバスター。カバーはどうか、十分な体勢返しております本田。さあ川田は赤コーナーに戻っている、高山も青コーナーに戻った。バックブリーカー、もうこれは中途半端だ、返していった本田。さあ腕を伸ばす川田に、試合の権利は移ったぞ。さあ川田の千秋ロープに飛んだ、ハイキック掴んだ、倒した。さあラクロスが、おっと試合の権利があるのはラクロスだ。高山がアシストか、トップロープにラクロス、殺人レーダーがダイビングボディープレスは、ホンダのカバー、ホンダのカットが間に合っております。高山と本田です。場外で高山と本田。さあそのまま落としていった、バックブリーカーの体勢から落としていったか、どうか、ヒヤッとしました。2カウント、カウント2で返しております。高山と本田は場外です。試合の権利があるのは川田俊明と、そしてザ・ラクロスであります。さあもう一度今の技を持ってくるか、ラクロス。本田様も2対1の体勢、高山は依然場外です。ハイキック、円髄に炸裂、高山は本田が抑えているぞ。さあ川田ストレッチプラムか、ロープの近くではありますがストレッチプラム入った、ストレッチプラム入りました。さあ高山、ああこれに気がつきました。テイクバックを取ってカットに入っております。川田俊明とラクロス、4者入り乱れておりますリング上。試合の権利があるのはラクロスと川田です。さあ川田が高山、おーっと、ジャンピングキック、ジャンピングキック。さあそしてストレッチプラムだ、ストレッチプラム、何度も世界を取ったストレッチプラム、ギブアップ勝ち、川田俊明見事。最後は盤石のストレッチプラム、ラクロスからギブアップを奪っております。川田俊明、阿前防戦高山、今日は何としてもこの川田組から勝利を収めたかったこの高山ですが、バックパートナーのラクロスが
川田俊明のストレッチプラムの前にギブアップ負けであります。いやー、馬場さん、この試合振り返りますと、いや、いい試合でした。高山もよくやりましたよね、はい、やっぱり高山がラクロスとパートナーというのがちょっとコンビネーション的にはうまくいかなかったんじゃないかと思いますね。なるほど。そういう意味ではね、まだオムライスの方がよく知ってますからね。なるほど。さあ、高山です。川田俊明とのシングルマッチを最終目標に置いているという高山、最終武道館大会は敗れてしまいましたが、今シリーズタッグマッチで2勝1敗という成績を残してサマーアクションシリーズ最終武道館大会を終えております。全日本プロレス中継チャージ、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。あなたが大好きです。エンショップ竹富士。約束を守るのは俺の信条だ。約束を守った数だけ人は大きくなれる。約束という名の会社プロミス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。